皆さんこんにちは、鈴由美です。キラーンシャキーン。はい、今日の動画は東京からお届けしております。東京の秋葉原に来てるんですけど、なんと登録者数1万人以上の YouTuber だとお寿司が1000円で食べ放題っていうイベントをやってるお店がありまして、今日はせっかく東京に来てるのでそちらのお店に行ってお寿司を食べ放題しながらお酒も一緒に飲んでこようと思います。じゃあ行ってきます。 GO！ということで今回は金のだしさんにやってまいりました。通常3980円のお寿司、まあ、その他メニュー食べ放題が1000円ということで、今日はありがたくいただきたいと思います。ちなみに注文は全部こうやって紙でオーダーする感じです。アルコール飲み放題が1500円ということで、今回は飲み放題もつけました。じゃあ飲みたいんでいいですか、乾杯とりあえず、はい、乾杯。これこっち見てんの。そしてね、この YouTuber 1000円食べ放題のイベントが8月31日までなんで、もう結構ギリギリなんですけど、申し込みたい YouTuber さんいたら概要欄に URL を貼っておきます。福島とか東北に金の出汁がないんじゃないか。そして今日は激辛と大食いの強い味方お姉ちゃんが来ているので、いっぱい食べれるんじゃないかなと思います。じゃあお寿司とサラダが来たところでいただきます。そう、何からいく？やっぱ中トロ？中トロ。うん。うまい、中トロ。どんどん行こう。これなんだっけ？カンパチ。カンパチ。わさびはもともと入ってないので自分でつけていく感じで。うわ、縁側めっちゃうまそう。ちょっと真っ白だけど縁側です。せっかくお寿司の食べ放題なんで、もう黙々とたくさん食べていきたいと思います。ウニー、エビちゃんです。
粒貝だよね。うん。食べ放題だからってバカにできないネタの新鮮さ、美味しい。お腹いっぱいのため息じゃなくて幸せのため息。幸せ。ウニもう一回食べたい。待って。うん。エビの唐揚げが来たんで、エビの唐揚げいきます。ハモと鈴木。ハモ行ってみよう。漬けのまま。結構エビの唐揚げってさ、生臭いとことかあったりするんだけど、美味しい。お寿司ということで、緑茶杯第2弾。お寿司ハモじゃない？これ端っこ、うん、いくら。こちらがおそらく島味。ハモです、ハモ。今ハモ食べたんだけど、こんな感じで夏のおすすめメニュー、おすすめのメニューも食べ放題に入ってるから、すごいお得感。その私注意書き読むから、うん、私それも読んだから、ゆるい走りたい感じ。中トロ炙り絶対おいしい。めっちゃうまい。上にね、おろしがちょっと乗っかってて、やっぱ炙りうまいな。創作お寿司？一口ではいけないよね。うん、うなぎです。いや好きだな。うん、うなぎうま。好きな食べ物ベスト10に入れようかな。カニクリーム？白身と赤身どっちが好き？白身が好きなんだけど、うん、でも前食べ放題するときに食べられるのは赤身だと思った。いっぱい食べれるのは赤身だよ。白身やっぱ飽きちゃう、うん、こちらカニクリームコロッケどうぞ。近い。あ、うまっ。うん、ただいまの時間です。
めてラストオーダーとなります。何かご注文ください。炙りサーモン、サーモン、ウニ2貫目です。ネギトロ、ウニ、ウニ2個食べようとしよう。よかった。小肌、私光物好きだから。私大人になってからネギトロ好きになったの。これ中トロめっちゃ美味しかった。もりもりネギトロ。小肌、ちょっと初体験のシャコ。これタレだけで十分味、エビよりカニに近くない？シャコ、美味しい、めっちゃバラって感じ。太麺で美味しそう、はい、じゃあラスト1貫は中トロの炙り。ごちそうさまでした。今日は秋葉原の金のだしさんでお寿司の食べ放題と、あとお酒の飲み放題してみました。美味しくて幸せでした。満腹です。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴由美でした。バイバイ。石焼きもお芋